りしようと思っています。ぜひお友達の皆さんこっちに来てください。歌声も始まるよ。4時になったよ。4時になったよ。このお話は歌で綴っていく絵本を作ってみたいなって思ったこともきっかけだったんですけども、絵を田子敦子さんにとても素敵な絵をねたくさん描いていただきまして、その絵をモチーフに皆さん見ていただきながら楽しんでいただこうと思います。お友達の皆さん上から見てる。お友達は上から見ています。見えるかな。お友達の皆さん、あの席は取ってあるんですよね、多分ね。違う、町を見下ろす小高い丘に歌うことが大好きな女の子がいました。女の子は一人ぼっちだけども寂しくありません。なぜならば歌は女の子を元気にしてくれるからです。今日も女の子は町を走り抜ける大好きな列車を見ながら歌を歌っています。心の内は夢の中。
その日はとってもいい天気。木々の隙間からもお日様が眩しく顔を出して明るく照らしています。女の子が森を歩いていると、一羽の小鳥が倒れていました。女の子が近寄ってみると、小鳥は羽に傷を負って飛べないのです。まだとても小さな小鳥、女の子と同じ一人ぼっち。女の子はとても悲しくなって歌いました。鳥は光に包まれました。すると傷がみるみる薄くなっていくのです。ありがとう、君のおかげで飛べるようになったよ。小鳥は立ち上がり、女の子に大きく羽を広げてみせると、家族の待つ大空に飛び立ちました。よかったね、小鳥さん。町は年に一度のお祭りでした。町の人たちは上機嫌、みんなとっても嬉しそう。怖い目つきをした男を見つけました。男の視線の先には町一番のお金持ちのおばあさん。
今日も女の子は一人街を歩いていました。すっかり日も落ち、辺りは静けさに包まれています。ふと目を覚ますと、とある家の窓からしくしくと泣き声が聞こえてきました。お父さん。
冷たくなったお父さんに身を寄せ、泣き崩れる家族。女の子はとてもとても悲しくなって涙を流しながら歌いました。女の子は涙を流しながら歌い続けました。その歌声は家族を優しく包み込みました。すると天からの光が
家の中に差し込み、お父さんの目を開け、にっこり微笑みました。その晩、家族はお父さんとたくさんの思い出を語り続けました。そして夜が明ける頃、お父さんは天国へと召されました。忘れかけていたお母さんのぬくもりを思い出して、温かな涙が女の子の頬を伝います。女の子はいつの間にか眠ってしまったようです。呼びかける温かな声に女の子は目を覚ましました。すると目の前にはずっとずっと会いたかったお母さんがいました。お母さん、お母さん。お母さんは女の子をしっかりと抱きしめました。降る雨はやがて虹で
お届けいたしました。では、タコアツコ。